There is little to suggest India will make a serious effort to bridge such gap. インドがね、こうしたギャップを橋渡しをする真剣な努力をするということに対しては、あまり、あまりないと。する兆しはないと。Forging consensus requires horse trading and compromise, neither of which is prominent in Indian foreign policy. Horse trading というのは抜け目のない駆け引き。から妥協、コンプロマイズ。抜け目のない駆け引き、妥協。Forging consensus。コンセンサスを取るってことは、抜け止めない駆け引きや妥協が必要なんだけれども、そのどれに対してもインドの外交政策の中では あまり関心を持っていないの neither of which prominent 関心を持っていない。 It elevates the pursuit of narrow self-interest issue by issue and never mind the contradictions to the level of doctrine。 インドは狭い、国益の追跡に焦点を当てていて、一種は一種課題それぞれに対して矛盾に対してあんまり気にせずに、レベル・オブ・ドクトリン、心情、自分の国を考えている心情のレベルに対して矛盾を無視して課題ごとに対し狭い国益を追求に終始している。だからまあだから要するに自分勝手にやってるってことですよね。だからここではだからインドの外交、矛盾を顧みず、狭い範囲の自己利益を追求することが、協議のレベルまで高められている。まあ、課題ごとに、狭い範囲の国益のパス、追求、それから、課題ごとの対応、それから、矛盾に対して気にしない。それから自分の心情のレベル、自分の心情、競技の心情のレベルで対応している。グローバルのレベルじゃなくてね。For example, even as India is deepening its ties with America and its many pro-India allies, Mr. Modi's government playing to its domestic supporters by accusing the same countries of pushing anti-India agenda.例えばね、インドが、アメリカやその多くのインドに対して好印象を持っている同盟諸国との結びつきを深める一方で、モディの政府は国内のサポート支援支持者たちに対して、反インドアジェンダを推進しているという、同じその同盟諸国に対してインドの課題を推し進めているということを非難することによって国内のサポートに対して、行動していると。だから対外的なやつと対内的と